レッツゴー。ガガ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 ー。ワッツバディワッツ。ノープログラム。レフトからアップ。ダウン。下手くそ。海外の方に見られたら怒られるって。英語バカにしてんのかってさ。まあ僕は日本語で喋ってても海外の方ですかってよく言われるんですよ。そこまで発音悪いか。日本語ちゃんと喋れてるつもりなんだけどな。多分地方の訛りとかあるから聞きにくいんだろうね。でここんとこずっと挨拶で〇〇キングって言ってると思うんだけど、その〇〇の部分を当ててくる人がおるんだよね。じゃあ今日のも当てれるかな。それじゃあ本編入っていこうか。どうもピオキングです。今日のロゴ何言ってんの。僕の名前はピオキングだよ。うぜぇ。今日に限ってちゃんと言ってくるやつうぜぇよね。はい、それじゃあ今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースト You are future for trolled ということで、あなたの未来は騙されたということでしょうか。でこのコースね、ツイッターでやってくださいって DM が来たんだけど、この制作者さん僕知ってるんですよ。バグトロール制作者だね。しかもクオリティがめちゃめちゃ高い。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんで最近居酒屋で逆ナンされたね。80歳超えたおばあちゃん。いやマジだよ。食事が終わって会計済ませようとしたらさ、そのおばあちゃんレジの近くにいて、兄ちゃんちょっと一緒に飲んでいかんかねって言われて、ちょっとここ隠しブロックあるんじゃないのか。あっ開幕一生やし。その逆ナンの続き聞く。いやいらねえよ、ゲームのことだけをちゃんと喋れ。いやこの話結構面白いから聞いてくれる。でその80歳のおばあちゃんの誘いに乗ったんだよね。私が好きなおごっちゃんけん好きな飲みにしたいって言ってくるからさ。まさかだからそのお言葉に甘えて、店長さんさっきまで僕が飲んでたお酒もう一杯作ってもらっていいっすかって言ったんだよね。どこに連れてきたお前は、この老犬野郎が。全然話が進まないって。まあコースは進んでるからいいか。でこの本部に乗るだけでよかったんかな。あ、これで先に進めるっぽいよ。でそのおばあちゃんにさ、お姉さんちょっとお手洗い行ってくるって言ってお手洗い行ってきたんだけど、そん時に聞こえたの、あのクソ男かって言って、なんでなんで僕なんか悪いことしたんかなみたいな。とかに入れませんね、そして動けもしませんね、なんだってね。まあそういうね、逆難をしていただいたんですけど、なぜかクソ男かって言われる羽目になってしまいましたね。じゃあ誘うな、期待ばっかさせやがって。80超えたおばあちゃんに何を期待してんだよ。特に深い意味はありません。そしてここまたピンコインコースだな。そして右下のスターすげえ怪しい。一旦行ってみる。絶対なんかあると思うんだよな、ここ左の土管から入っていきます。で数えたんだけど7枚のピンクコインを取らなきゃいけないっぽいね。左押しっぱでナイス反射神ケンケンパ。さっきから思うんだけど、めちゃめちゃ罠多くないかここ。やるじゃない、もう引っかかんねえかんな。ジャンプして右、このブロックも壊れるからジャンプして右、こっからどうする。なななななな、んとかなるもんだね。抜けた。このトロールコースをすることによって僕の髪の毛もたくさん抜けそうだね。下から叩く。ふざけるな。何もしないで進もう。足場があるなんて全然気づかなかった。そして下どっちかに足場がないんじゃないの。左信用してみようか。あ、どっちもある感じなのね。でこのデカ記録怪しすぎんな。でもその怪しいのが怪しい。いやこれまだワンチャン効くんじゃない。このデカ状態になって先に進む。オーケーオーケー。あ、ここでさ、デカキノコ状態で上からパウを叩かなきゃ先に進めないみたいな、多分そんな感じだよな。でも右のハテナブロックすげえ気になる。一旦叩いてみようか。こんな惨めな僕をもっと見て。うん、右押し一杯以外に考えられないんだよな、このデカキノコを取って。いけ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 、頼む。でこのパンブロックを叩いたらブラパがいなくなって上へ進めると。オッケーオッケー。でこのデカキノコは取っていいの。違うアイテムが隠されてるとかはなさそうだ。ていうか見て、パンブロックの USA 重なってるよ。バグが来たね。さあ砲台がいなくなるとかそういうこと。いやいやいや、やっぱり出てきたか、バグが。もう警戒しても無駄だね。どこから何が来るかマジで分かんないよ。この砲台も瞬時にいなくなるかもしんない。何もなんないね。じゃあこのブロックを壊して。どっから咲いてきた。マジで意味分かんない。土管も何もないよな。右だけ壊す、右だけ壊すのが正解なのかな。オッケーオッケー。そしてこの状態で USA 記録を取れると。で雲を抜いてチビになって先に進めってことだと思うんですけど、本当にそれでいいのか。上の四角怪しいな。叩いてみる。何もない。いや何このパワーブロック。
パウとバネでパネなんつって。なになに今のバネはどっから出てきた。一旦このドア塞いでおこうか。いや絶対おかしいって。変なところから生まれてくるな、バネ。何もなかったじゃねえか。これで終わりっていう感じね。そして最後にあのピンクインを取ればいいのか。で、右下のブロックは壊れない。じゃあこの土管に入ればさっきの場所戻れるんじゃない。オッケーオッケー。やっぱ7枚もあるからさ、一個一個が短いんだろうね。多分一画面で終わるようなコースだと思う。さあ次はどっちで。右の左。いや左しか行けないね。ビビビビって言われましたけど、僕はビビビビを回避することができませんでした。はいはいはい、もう分かったよ。一旦このバブルを見過ごす。そうして左のつららを抜けるためにはメットを取らなきゃいけない。で、ハテナブロックを叩いたらこの四角の場所に来る。そうだろう。カポン名人を舐めるな。どうだ、俺がカポン名人だ。皆さん見ましたか、このハテナブロックすり抜けてしまったんですよね。そっちがそう来るなら次からあるハテナブロック全部警戒していくよ。このハテナブロックもすり抜けんじゃないのか。え、どっか来るのか、こっちに来るのか。そこのたくさんのシャッカーながいるけど、もしかしてここ僕下ろさせてくれないパターンか。いや、いけるいけるぞ。いけいけシャッカーだー。もう叩くな、ピオキング。ハテナブロックなんか叩いてもいいことなんてあまりないって。そうしてここもバグが来る。絶対にバグが来る。何が来るんだ、ここは。右を失敗したら土管に入れられそうな気がする。だから僕は何もしない。面白いね、みんな。たくさんの人が笑ってる。右を進化しても何かが来そうな予感しかしないんだよな。お望み通り右を進化してやるぜ。落ちた瞬間右を進化。ビビビ笑うな。あのドアに入ればきっとゴールなんだ。耐えろ、ピオキング。ここは右ダッシュ、そうしてジャンプもしないから。いけ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 。面白い面白い。なんでここもう一周しろってこと。この扉に入りって左を進化してみるよ。で、こっから何かさっきと違うやんか。さーて、まだまだ遊ばせてくれるんなら堪能しようじゃないか。次はメット普通に取らせてくんのかい。ジャンプした瞬間すぐ左に逃げる。これで大丈夫ね。寒いんだよ。ジャンプした瞬間あの草に捕まっておこうか。そして、あ、草に捕まっておけば大丈夫だったのね。次叩いていい、このアデラブロック。また魚が出てくるからどうなんだろう。出てくる出てくる。逃げろ逃げろ。これだ。変わってほしいところは変わってくれないんだよな、ドロールコースって。あ、はいはい、これで土管に入れるっていうことね。本当か。本当にこれで土管に入れませんですわ。ここむずすぎない？かなり難しい部類のドロールコースだよこれ。で、もう一周すんのかな。いや絶対そうでしょこれ。集中しろ。半分ぐらいのところに行った瞬間右ジャンプ、それでいいんだ。ここだ。よし、オッケー。もう何も変わってるなよ。キノコがもらえたということは何か変わってるかもしれない。どうだ。あ、ピースイッチになったね。で、ここもまたキノコ。え、なんかめちゃめちゃ運がいいパターンなんじゃない。これはもう叩かないでいこう。頼む、普通に土管に入らせて。よしよしよし。はなんか来てんだ。やめろやめろ。ペペペペ。さあ3周目なんだけど、3周目はこのハテナブロックを叩くだけで鍵が手に入れれるっていうことだったのね。うわ、こんだけでよかったのか。さっきまで叩かなくてよかったのにさ。さあこの鍵扉に入って、もうゴールなんじゃない。ゴールというか中間ポイントの場所なんじゃない。いや、なんか違うな。何ここ。まあこの土管に入ってさっきの場所。オッケーオッケー。さあ次の場所行こうか。いや、今の土管がさ一番難しかったんじゃない。あれより難しいの来たら今日僕死ぬよ。これ上行く、それとも下のハテナブロック叩く。叩いた瞬間すぐ右に逃げる。あっつ。実は上か。上行って何もしなかったらバブルかなんか出てくるみたいな。ハテナを叩いて、僕は左側に追っておくよ。そうしたらバブルが右側に。出せ出せ出せ。真ん中だ。バブルを叩いた後に真ん中ら辺で待っておこう。そしたらファイヤーフラワーが取れたね。そして上のスターがすごく怪しいんだけど、下のさハテナブロック絶対すり抜けると思うよ。分かってんだよそんなの、さっきので復習済み。で、下に砲台がいるけど絶対すぐ上に上がってきそうな予感だ。ドクルマン、たびたび思うんですよ、どっから現れてるんですかねこのバネは。さっきまでいなかったじゃん。これいける。左下は開くことはなさそう。ゆっくり行こうか。なんか出てきそうな予感するけど何もないね。で、ここで溶かしてチビで行けっていう感じなんかな。オッケーオッケー。じゃあチビになっていこうか。で、あの石英人とこ何かしらバグを用意してきてると思うんだよな。右下に行くわ。何も考えずに右下に行く。
どうすりゃいい。さっきので生き方は分かんなかったぞ。雲の上に乗っておけっていうことか。岩星、もう分かったもんね。雲の上に乗ってすぐ左に行く。これでいろいろかわせるっていうことで。いろいろって雑だな。実況者としてどうなんだ。音符ブロックを叩いて右の土管に入れるのかな。入れる予感がしねえな。土管やっぱ入れるじゃないか。これだ。いやー、右のオンを押してさ、左に行ける猶予、あ、意外と合ってくれんのね。これで終わりだったらもういいんだけど、まだまだ長そうだ。このハテナブロックは何？左上にキノコが見えるけど、あれ罠っぽいよな。隠しブロックとかは？違う、隠されてるものがあるじゃねえか。頼む、救世主、君だけが頼りなんだ、ブロック。Z って書いてる方もすごく気になるけど、このまま下に降りますか？いや、下に降りたらまずいと思う。なぜかってパックンがいるからさ。このオーブンがついて、パックンに当たる予感しかしないんだよな。ここ一旦降りてみようか。ざまーねーな、パックンよ。大体予想できてたよ。そして右に行けばいいのかな。右上に行ってすぐにあのハテナブロックを叩いてみる。いや、右上行ってみようか。これもう終わったんじゃない？いや、僕なら左に抜けれる。これさ、鉄球でできたよね。下から叩いたらどうなるんだろう。あ、なんか取れたよ。たまたま、すげえたまたまだけど、まあ運よく行けましたね。さあ次の場所行こうか。長い一つ一つが先が思いやられるぜ。じゃあ左から2番目のドアに入っていこう。ダー、え、この下の2つはフェイクってこと？じゃあ右入ってみようか。どうせやられると思うんだけど。まあまあラッキーラッキー、あとは右上だけってことだね。じゃあ右上のドアにさ、3つピンコインが隠されてんじゃない？さあラストのドア入っていこうか。何もしないで右上に行ってみる。開かないね。じゃあこれツタなんじゃない？何もなんないか。じゃあ乗って上のキノコを取る。なるほどね、左のキノコ。そこかー、くそ、左。悔しいよ、キノコに回されてる。どこだ、もうそこか。もうやめてよ、そんなにも直すの。そしてこのオープンブロックは何？コインじゃねえんだよ。なんでこっからコインが出てくんのよ。まあ一旦行けそうだから行ってみようか。せっかくだから。キノコが取ることが実は不正解っていうことはないよ。キノコ様、ここさ、別に急いでキノコ取る必要なかったんだよ。で、最終的に右、ここに出てくるキノコだけ取っておけば間違いないみたいな、多分そういうことだと思うんだよな。オッケーオッケー。じゃあ最初に惑わしまくるやつは何だったんだ。で、このオープンブロックはまたコインなんじゃない？何も出てこないで。で、下降りたら落とされると思う。左押しばしようか。左押しば、それで間違いない。うー、行きすぎ。いや、これで間違ってないんじゃない？多分ね、あの砲台の方は危ないから行かない方がいい。そして右行ってみ、いや左の危ねえって、あいつはバグる予感しかしねえ。でも乗るしかないよな。一旦乗ってみようか。乗ってどうなる。いや、感性がすごいよこれ。右のフラー取れってことで、ね、いや左のフラー取れば大丈夫。頼む、くそ。え、これマジで取れないんだけど。いや、ちょっと待って、これじゃあ僕どうやってやられればいいの？こっちに戻って多分ね、何かにやられる。あ、こういうパターンで、なんか死体験みたいな音楽流れてますけど、ここで死体験みたいな感じなんですかね。上のテニスターをこうやってちょこ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 動かしてこいと。バカにしてんのかー。バネに一回乗ったらガリガリの上らへんに寄っておく。確かこの辺でフラワー出てきたよね。あれ出てこないな。いつ出てくるんだろう。もう一回乗って右かな。あ、これでよかったのか。 OK。 さあここでチビになって、鍵がないよ。鍵はどこ。鍵を手に入れる。あ、鍵とかいらないのか。この土管で終わりっていう感じだね。さあラストのドア、左の方に行こうか。これでゴールさせてくれればいいんですけど。頼む。ゴー、あれ、ピンコインは。あれ、残り2枚どこにあるんだろう。この土管戻ったら別のルートができてるみたいだ。もう行くとこなくね。左上行った、左下行った、右上行った、右下行った。で、この2枚の扉はダメでしょ。あら、どっか取り逃しあるんかな。ちょっと探してっていい？あ、ここなんじゃない。この右上なんか行けそうだよ。この上に行けば。え、違うの？あ、左からツタが出てくる。あっちに行けばよかったのか。行き先見つけたぞ。この砲台を登るふりをしてツタが出てくるでしょ。で、このツタの先に行けばもう2枚のピンコインがあると思うんですよ。さあ行こうではないか、マリ。あー、
ワン。どの辺だ、どの辺でワンワンが来た。すぐ下に逃げれる準備をしておくぞ。ここか。お前も来るんかい。じゃあ先に下に逃げろってことかな。ここに逃げておいたら大丈夫。そうしたらワンワンが毒沼の中に入れられるっていうわけで、2枚のピンコイビューター頼む、取らせてくれ。で、これでやられたら僕ヤバくないですか。また最初から集め直しなんじゃないんですか。頼む、ドカンやる、ドカンドカンドカンドカーン。ドッカーじゃねえんだよ。頼む、これピンコイン集め直しっていうパターンだろうね。そう思いました。くそ、最初からやり直してきます。もう一番最初にここ行くわ。ここの行き方だけ先に攻略しておく。一番右まで行ったらダメ。いや、わかった、ここで一番右に追っておけばいいのか。そしたらドッカーンして、ここでどうするんだろうな。鉄球が出てくる。あ、右に行ける風になってんのね。なるほど、これでさっきの場所に繋がってんのか。オッケーオッケー、多分これで素直に土管に入らせてくれるね。じゃあ全部集め直してくるね。さあ戻ってきたよ、全部のピンコインを集めて。ここまで来たんだ、もうゴールでいいだろう。頼む、ゴールよ、目の前にあってくれ。ジージー、本当か、本当にここ俺らがゴールなのか。降りて何もしない。やったー。最後なんかあってほしいと思ったけどね、実況者として。これは本当にすごいドロールコースでしたね。またやりたいとは思わないですけどね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ザ・ダイレクト・トゥ・ゴールレベルスということで、そのまんまゴールできるレベルということでしょうか。できたね、久しぶりに一画面騙しコース。こういうの僕めっちゃ好きなんだよね。で、説明文にこんなのダッシュしてジャンプするだけの簡単なコースだろ、バグ、サブエリア、隠しブロックなしトロールって書いてるんだよね。いや、一画面騙しコースで隠しブロックがないっていうのはめちゃめちゃ惹かれましたね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は2.26% で、少し前にワゴンさんの一画面騙しコースをしたと思うんだけど、あれのクオリティはマジでレベチだったね。さあ一画面でどんな騙し方をしてくるんだ。こういう感じね。上から何かを振ってくるだけなのか。じゃあ右ダッシュしてゴールできませんね。じゃあバブルを避けます。こっからどうするか考えよう。ツタが出てきたね。このツタに登ればゴールできるっていう感じなのか。いや本当に行ってみるよ。何もダブルアダー。まあ一画面騙しコースっていうぐらいだから、そんな簡単にはクリアさせてくんないよな。じゃあ一旦このブラッパ避けようか。もう無理じゃねえか。これどうやってゴールすればいいんだろうな。いや一画面でここまで騙してくるのは本当にすごいと思う。隠しブロックなんかないんだよ。じゃあ急いで行けってことかな。こっから急いで行ってみる。わからんで、こっからどうすりゃいいか。上に行ったらさ、ブラパと砲台が落ちてきてゴールが塞がれちゃうんだよな。あ、わかったかもしれん。これさ、ジャンプしたらブラパが出てくる仕様なんじゃない。だからジャンプしなかったらゴールできるみたいな。ちょっとそれでやってみるわ。ということで僕は何もしない、ジャンプも絶対にしない。そしてこのツタンに登っていけばゴールができるんだ。いよいよわからんぞ。パックンが降ってくるタイミングでジャンプしろってことかな。そんなギリギリ求める。どの辺、ツタの葉っぱの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個目ぐらいで降ってくんのか。 1,2,3,4,5,6,7,8 で、これ以上上行ったらパックンが襲ってくるから、上行った瞬間右にジャンプしてみるね。うわ、惜しい。ジャンプジャンプで行った方が早いかもしんないね。ちょっと見てて。 1,2,3,4,5,6,7,8 こっからジャンプジャンプ。いやこれいけんわ。別の行き方があるかもしんない。だから一旦このパックを避けて上に行ってみようか。上は、あ、上なんか行けたけど、こっからジャンプしたら、あ、なんか乗れたよ。ご利益を見つけたぞ。もう分かったもんね。ここは砲台の右側に行っておく。そしたらバネが降ってきて、こっからゴールできるっていうことなんだ。キャーン。どんだけ数があんのよ。たった一画面なのにさ、めちゃめちゃやられてる。さあ次こそ絶対にゴールすよ。この辺でよかったよな。この辺だったらバネは振ってこない。頼む、ゴールさせて。よしよしよし、やったいや本当に素晴らしい一画面騙しコースでした。ぜひまたこういうのあったら遊んでいきたいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。